はいどうも、旅人 IT ライターサトルです。今回紹介するのは TicWatch Pro 2020年モデルでございます。スペック的には2018年に発売されたモデルと変わりませんが、 RAM が 512MB から 1GB と倍に増量されております。ボタンは2つ、真ん中にマイクがついてますね。こちらでアプリとか呼び出すことができます。本体左側面は特に何もない状態。背面を見てみると、中央に心拍数を計測するセンサーがついております。これですね。これが心拍数を計測するセンサーです。で、左側のこの端子は充電用の端子になってまして、専用のアダプターをはめると、充電できるようになってます。ベルトは革製、表の部分が革になってまして、でこれハイブリッドレザーというふうにているんですが、ちょっと後で見せますが、裏面は別の素材になってまして、裏面はこのシリコンになってるんですね。なので、こう汗をかいたりとか、あとここにちょっと結構手垢がついたりするんですけども、あと濡れた布巾とかで拭くと汚れが取れるようになってます。ストラップの幅は 22mm で、このあのスライドでさっと外せるようになってるんで、市販の別のストラップもつけることができるようになってます。一番の特徴がディスプレイが2層式になってまして、有機EL パネルとその上に液晶パネルが重なってます。で通常使うときは、有機EL のディスプレイが光るようになってるんですが、こうやってスリープ状になると液晶のモノクロのディスプレイに切り替わるので、バッテリーの持ちがその分良くなるっていうような状況ですね。他の Wear OS by Google 搭載のスマートウォッチと比べるとバッテリーの持ちは断然いいです。でこれが今充電のアダプターを付け外ししているところです。あのマグネット式になっているので結構カッチリとはまるので、なんかショックでずれたりとかってはしないですね。だってあの充電器を付けているときはバッテリーの充電状況が分かるようになっています。先ほども言いましたが、このカラー表示になっているときは有機EL ディスプレイが表示されていますね。でしばらくするとスリープになって液晶に切り替わります。この時に時計ですとか、その他情報、最低限の情報は表示されるようになっているので、バッテリーを持たせつつ、こう腕時計をちらっと見たときでもちゃんと時計が、時刻が分かるようになっているというわけですね。腕のにつけてみるとこんな感じです。今スリープ状態になってますが、こうちらっと見るだけでも時刻が分かるようになっているのは便利と。でこれ今赤田、腕をひっくり返すというか腕を手首を返すと、あの有機EL ディスプレイの表示に切り替わるようになっているので、いろんな機能が使えるというわけですね。で、後で正確な数値は出しますが、時計の厚みはこんな感じです。まあスマートウォッチなのでだいたいこれぐらいの厚みはあるかなというところでしょうか。で上の青種だ、スライドさせると、ショートカットアイコンが出て、右にスライドさせるとグーグルアシスタント系の機能が使えると。この辺は、Wear OS by Google のOS の動きと同じです。下の方を流していくと通知がどんどん出てくるっていう感じですかね。さらに Google Fit などの機能、天気予報ですとか呼び出せるようになっています。ここはカスタマイズ可能で、いくつか機能が用意されているので、ユーザーの使いたいものに合わせてセットできます。プリインストールされているアプリはこんな感じ。この辺もまあ一般的な Wear OS と同じになっていると思いますが、この TicWatch Pro を出しているモブボイのオリジナルのヘルスアプリとかも入っているので、まあいろいろと使い勝手は高そうです。ウォッチフェイスの変更は、ウォッチフェイスを長押しすると、いろいろと用意されているウォッチフェイスに変更できるようになってます。ウォッチフェイスもいろいろとあとダウンロードして追加で増やせることができるのと、あとまあカスタマイズもある程度可能なので、いろいろと自分の使いたいこ
の要素というかアプリというかデータ表示に合わせて、ウォッチフェイスを選ぶのもいいかなと思います。でね、あの後からちゃんと追加もできるようになってますし、アプリを使うとこれ以上もっといろんな、ウォッチフェイスをダウンロードできるようになっているんですけども、まあ、これだけでも結構あるんでね、十分自分好みのウォッチフェイスが見つかるんじゃないかなと思います。ここからは通知機能のテストです。LINE のメッセージを送られてきてますが、ちゃんと LINE の通知が来たよという表示が、ウォッチの方にも表示されてます。で、ウォッチの方からもちろん返信できるようになってまして、まあ、面白いのがこのね、手書きでいろいろと送れるんですね。例えば、絵文字を送りたいときに、この絵文字をウォッチフェイスの上でこう書くと、まあ、選択できるようになってるんですね。もう一回ちょっと。ここにコマークを送りたいので、この絵を描くとそれに対応した絵文字が表示されるので選択して送ると、そうすると、相手のタイムラインに選んだ絵文字が送られているようになっているはずです。さらに音声でのちょっと返信もテストしてみますね。あのやっぱこのウォッチのフェイスのサイズでテキストポップを打つのは難しいので、音声で入力の方が簡単だと思います。今ちょっと手が離せないので後でいいですか。と音声入力するとこのようにテキストが表示されるので選択して送ると、ですると相手のスマートフォンの方に先ほど打ったテキストが送られてます。あのその前に送った絵文字もその1個上の相手に表示されていると思いますが、絵文字もちゃんと送られてますね。続いてスポーツ系のテストをしてみます。今回は Google Fit を使ってみました。 Google Fit に今エクササイズが用意されているのでエクササイズを選択します。まあ、運動はあまり得意ではないのでちょっとウォーキングを選んでみまして、ウォーキングを開始をタップすると、そうするとカウントダウンが始まって、ウォーキングのデータ取得がスタートしますので、このまま歩きに出かければ OK と。これモノクロ液晶を外で見た状態ですが視認性の方は問題なしです。で、まあ、歩いているとちゃんとこうやって歩数ですとか、まあ、時間とかカロリーをどん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 データ習得してくれるという感じです。で立ち止まるとですね、自動停止になるんで、あのデータのカウントもかなり正確に取れるようになっているんじゃないかなと思います。歩き出すとまた、データの取得スタートっていう感じですね。はい、これ自動でやってくれるので、このウォーキング中の信号待ちだとかその辺ちゃんと対応してくれるので便利です。で1時間ほどウォーキングして戻ってきました。このままだと、ウォーキング止まらないので、長時間ほっとくと止まるのかな。ちゃんと止めるとこボタンがついてはいるのでちゃんと止められます。あので取れるデータをこのように歩数だとか、歩いた距離だとか、でここですね、一番上までスワイプさせると、ウォーキング停止というのがあるので、この停止ボタンを押すと止まるようになってて、この1回のウォーキングのデータとして保存されるようになってます。上出来ですっていう評価でしたね。あの心拍数とか、カロリー、消費カロリー、歩数、あと平均ペースなんかも表示されてますね。スマートウォッチで便利なのはこういうエンタメ系のアプリのリモコン代わりになるのがいいと。ここまでは EasyJet でバルセロナから飛んできたんですけども、この後、鉄道こんな感じでボリュームのコントロールもできるようになってます。チケットも買ってあるので、で一時停止とか再生もここから行えるし、多分自販とかで引き取って乗るっていう感じになってると思います。あの時間とかでもちろん曲送りとかも、対応しているので便利です。で本体サイズですが、まあ、ノギスで実測ベースですけれども、横幅が、まあ、45ミリっていったところですか。今度厚さですが、厚さの方は実測でどうだ、まあ100、あ
まあ、13.7mm、 13.7、 13.8mm ぐらいですかね。まあスマートウォッチの厚さだいたいこれぐらいはやっぱり必要になってきちゃうんで、こう、まあ、将来的にこれがどれぐらい薄くなるかっていうのは気になるところです。ちょっとまあ参考までに、横幅でのこう縦の位置も測ってみますが、これは50いくつだったかな。そうですね、54.、実測で 54.4mm、 54.4mm というところですね。最後に重量の方を測ってみます。ストラップをつけた状態で約 77g といったところです。以上、モブボイのティックウォッチプロ2020-2020 をお届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。